ウィルコムプラザ前バル店、ウィルコムプラザとは、かつて、ウィルコムが直営で運営していた店舗である。いわゆる、キャリアショップである。2010年から2014年7月の間は、代理店運営店舗もあった。2014年8月より、e モバイルのキャリアショップ及び一部のウィルコムカウンターと、ブランド及びサービスレベルを統一し、受けられる基本サービスが原則同一となり、 y イモバイルという名称に統一された。ここでは、y イモバイルとなる以前全般、すなわち、QDDI ポケット時代のポケットショップ及び、エッジプラザ、ウィルコムに、社名変更後のウィルコムカウンター、ウィルコムスポット等も、含むウィルコムのサポート拠点全般について述べる。QDDI ポケットが1997年に、コミュニケーションプラザの名で、秋葉原に直営のサービスセンターを開店。 その後拡大し大宮店、秋葉原店、新宿店、横浜店、大阪の5店舗で運営されていた。大阪のみは、コミュニケーションプラザ店ではなく、コミュニケーションプラザのみで、店舗の所在地の名称はなかった。そちらとは別に代理店運営による、サービス拠点も各地に設けられた。設立して、数年は、ポケットショップという名称だった。 1999年のエッジブランドの導入と、共にエッジプラザと改めるも、店舗によっては解明せずポケットショップのまま営業を行う事例も多く存在した。また、複数の携帯会社を取り扱う店舗、いわゆる経売店でサービス拠点としての業務を行う場合もあり、そういった店舗は、ポケットショップやエッジプラザという看板を掲げていない、直営のコミュニケーションプラザでは、 料金支払い業務と即時解約受付が可能だったが、代理店運営のサービス拠点では料金支払いを受け付けておらず、解約の場合もあらかじめ解約用の用紙をサービスセンターより郵送で取り寄せる必要があった。また、データ通信の接続設定も代理店運営のサービス拠点では店舗によって取り扱いの有無があった。持ち込めの新規や持ち込めの機種変更のみで、 新品の端末の販売は行っていなかった。ウィルコムに社名変更した際にコミュニケーションプラザがウィルコムプラザになった。DDI ポケット時代には行われていなかった。新品の端末の販売が開始された。店舗網も順次拡大され32店舗体制となる。通常のアームとは別に特大サイズのアームが設置されており、エッジインなどのパソコン一体型の端末の 番号書き込みや消去も対応できる。店舗は沖縄県に3店舗、関東伊東は各県に1店舗程度あった。関東伊勢では存在しない県もあり、2010年9月時点では長崎、大分、宮崎の3県にはウィルコムカウンターの店舗もなかった。ウィルコムプラザ、梅田 OS 城と同じ店舗、末期にはウィルコム、E モバイル両方のブランドの看板が掲げられるようになった。 代理店運営の店舗は、ポケットショップやエッジプラザから、ウィルコムカウンターに統合。閉売店の場合、特に名称変更も、業務内容の変更もなかった。ウィルコムの経営破綻後は、ソフトバンクの移行のもと、ウィルコムプラザを順次直営から代理店運営に移管するとともに、店舗数の大幅な拡充を発表。これに伴い既存の代理店運営による、 ウィルコムカウンターも多くの店舗でウィルコムプラザに昇格となった。これに伴い代理店運営の店舗でも料金支払いと即時解約受付が可能となった。また、家電量販店にもウィルコムカウンターが設置されるケースもあり、このケースでは料金支払いが可能な拠点が多く見られる。2013年に入ってからソフトバンクのグループ企業が販売する製品の 取り扱いを順次開始している。同年1月17日に、e、アクセスが e モバイルブランドで発売されているモバイル Wi-Fi ルーター、ポケット Wi-Fi LTE の取り扱いを開始したのを皮切りに、同年2月1日にはソフトバンクモバイルの Android 搭載スマートフォンの一部機種を、同年3月6日にはソフトバンクモバイル契約の iPhone4S の 16GB モデルの取り扱いを、 開始した。その後、e、モバイルスポットを併設する形で、e、モバイルのショップ機能の一部を有するようになった。2014年7月末をもって、e、モバイルの店舗とブランド統合、サービス統一のため、ウィルコムプラザは消滅した。料金コースの変更や、修理受付、住所変更に解約と契約者へのアフターケアが、中心である、ホームアンテナの即時貸し出しも可能。 端末購入や端末の持ち込みによる新規加入や機種変更も受け付けている。2004年に当時アステル東京を展開していた予ザがウィルコムモを利用し、アステル端末を全国で利用できる全国コールサービスを開始した際には、予算契約者の PHS を全国コール契約に変更する手続きも受け付けていた。2013年7月1日以降、 e アクセスの携帯電話のキャリアショップ機能の一部を手掛ける e モバイルスポットを順次併設 e モバイルスポットでは e アクセス契約回線の解約や端末修理受付はできないがリモブル i e 4GES 契約の回線については対応している拠点が存在していた2011年7月2日現在札幌から沖縄まで277店舗ある拠点によっては ウィルコムの支者、支店と同じフロアに同居していることに伴い、いわゆる空中店舗形式の拠点もあるため、分かりづらい場所も一部存在する。会社名が DDI ポケットだった頃は、直営店が関東と大阪にしかなく、DDI ポケットショップが極端に少なかったため、親、会社、KDDI の運営携帯電話サービスの電話機販売店 AU ショップのうち、一部の店舗で、 新規契約等 DDI、ポケットショップと同等のサービスを行っていた。あるいは、アステルが縮小、停破してからのピピットでも内容は一部限定されるが、ウィルコムカウンター相当の内容を行う拠点も出ていた。ウィルコム本体の会社構成方申請の影響からか、各地に所在するウィルコム支店の閉鎖に伴い、オペレーター直営拠点であったプラザが、 代理店運営に移行した拠点もある、ウィルコムプラザ及び、モバイルショップにおける相互商品取扱い開始について株式会社ウィルコムプレスリリース2013年1月17日、ウィルコムプラザにおけるソフトバンクモバイルスマートフォンの取扱い開始について、株式会社ウィルコムプレスリリース2013年2月1日、iPhone4S の取扱い開始について、 株式会社ウィルコムプレスリリース2013年3月6日、ありがとうございます。